るで鏡を見ているようじゃの。うん、坂本龍馬でございますよ。私もちょっと同じ格好をさせていただいてるわけなんですけども、いかがですか、似合ってますかね。全然違うでしょうな。私が今いるのはですね、亀山社中記念館といいまして、まあ、日本で最初に坂本龍馬が起こしたと言われている貿易会社の、まあ、跡なんですけどもね、この場に坂本龍馬もいたんですよね。いや、今ちょうど、大河ドラマで人気でございますんで、やっぱり観光客の方もたくさんいらっしゃっておられます。私もその中で紛れ込んでるわけなんですけどもね、外を 見る、ね、景色もまたひとしおでございますよね。うん、あ、坂本龍馬もここにこうやって座ってこの景色を見ながら日本の将来とかいろいろ考えたりしたんでしょうな。今回ですね、坂本龍馬ゆかりの地長崎県は長崎市を旅したいと思います。じゃあ早速さるくぜよ。続いては寿和美さんが長崎市へ。時代とともに進化し続ける街でどんな巡り合いが待っているのでしょうか。今坂本龍馬ゆかりの地としてスポットを浴びている長崎市。古くから海外との貿易で栄えた長崎には異国情緒があふれ独特の文化が受け継がれています。そんな街を楽しむには路面電車で回るもよし、足の向くまま歩くもよし、春風が素敵な出会いを運んできそうです。一休み語ろう歴史ということでね、歴史の街でもあり、こうして坂の街でもあります。もう車が通らない、こんなね道幅狭いですよね。そういうところに、まあ、住宅がひしめき合うように立っておりまして、あら、なんか上の方から来られるね。何でしょうか。外国人の旅行者の方でしょうかね。あ、来られた。何やろう。こんにちは。こんにちは。どうも。おはようございます。あ、日本語は大丈夫ですか。おお、大丈夫大丈夫。今何してるんですかこれ。これはいろいろなパン。パン。はいはい。私はパン屋さん。あ、パン屋さん、すごい力今。一番最後のパン持ってきました。もういっぱい持ってきました。あの道の横でおります。あ、なるほど。じゃあ作ったやつを今から持っていくわけですか。そうそう、いっぱい持ってきます。ちょっとついてて。一番最後。あ、そうですか。いっぱい持ってきました。ついててよかですか。どうぞどうぞ。あ、どうぞ。これちょっと懐かしい天秤棒じゃないですかこれ。こういうのひょっとしてご夫婦なんですか。あ、そうなんですか。で、奥さんも大きなリュックを背負って、ここにもパンが入ってるんですか。これにはパンじゃなくて、これ今ベトベトの夫婦ですけど。でもほら、はい、戦争で、はい、我々はのお父さんたちは、はいはい、あの喧嘩というか、もしもしあったら、あの、でも今で子供たちはこうしてラブラブ。そうそうそう、ラブラブ。坂道で出会った陽気なご夫婦、ね、ウィルキンソンさんとさつきさんについて行ってみることにしました。ここなんですか。もう本当駐車場ですよね、ここね。ここで、わあ、手作り健康パン屋さん。おお。あの友達の、はい、友達の家の前のところを借りて、ここでパンを売ります。はあ。仲良し夫婦が営むウィルパンは、1週間のうち4日間だけ店を出す小さなパン屋さんです。アメリカ人のウィルキンソンさんは30年前に来日、英会話講師をしていた時に当時薬剤師だったさつきさんと出会って結ばれ、一人息子にも恵まれました。仕事柄健康には人一倍気を使うさつきさん、体にいいパンを作りたいという思いが募り、2年前に2人でパン屋を始めました。玄米を使ったパンを中心にレパートリーはおよそ50種類。朝10時のオープン前からお客さんが並び、午前中には売り切れてしまうほどの人気ぶりです。これは
なんですか、この可愛らしいちっちゃいやつは。それは 100% 玄米。あ、玄米パン。私の家内は根本的に薬剤師だから、薬剤師の、薬剤師の立場。薬剤師さんなんですか。薬剤師の立場。へえ。ええ、じゃあちょっといただきます。例えば、あの、100% 玄米。破れてないの、ほら、玄米の食べて美味しいですね。ありがとうございます。健康に良いもの、もっとなんか、あの、粒粒が残ってんのかなと思ったら、やっと柔らかくなります。すごい柔らかくなってますよ。どうですか、昔その先生やってた頃と今の生活とだったら。あの、今が楽しいですね。主人と一緒に楽しく会話をしながら、喧嘩もしながら、あの、力を合わせてパンを作って、あの、またご近所の方と仲良くなれるので、はい、主人も今まではここら辺に住むただの外人さんっていう感じだったんですが、はい、あ、パン屋さんとか、もう地元のもうウィルさんで有名なぐらいで、お話好きなウィルキンソンさんと朗らかなさつきさん、お二人は地元の名物夫婦です。健康パン屋さんともたまに通ってるじゃないですか。素材が美味しいのでパンももっともっと美味しい感じがします。ああ、なるほど、嬉しいですね、こういうね、お客さん幸せですね。もう本当にこういう常連さんがいっぱい増えてきて、でも一番困ってるのはやっぱりすぐ売り切れると。ああ、そう、今日はね、またくさんあるとすぐ売り切れます。オープンのもう10時に来ないといけないですよね。はい、なんすか、ウィルさん。ウィルさん、喋り出すと止まらないですからね。ウィルさん、あの、さっちゃんはどういう人ですか、ウィルさんにとって。割合親切な。割合親切な。一言みたいに。でも。割合親切。でもラブラブですから。時々、あの、喧嘩するね。私は喧嘩が嫌だ。でも、彼女はやっぱり侍家族だから。ちょっとまた勃発しますよこれ。時から彼女はあの空手のブラックベルトとか、はい、黒帯とか、ハギナタヤリ、武士の娘でございますね、それね。勉強した。すごいね。喧嘩するほど仲がいいとも言うんですよ、日本では。ね、あの、仲がいいからこそ喧嘩になるんですよ。仲がいいかな。いやいや、こうして一緒に働いてね、あれもくっついてくださいって言わんでもちゃんとそばにいてぴったりくっついて出すから、商売に、あの、面白いですね。そうですよね、よう喋るし。本当ですよ。この後も寿さんを相手に話が止まらないウィルキンソンさんでした。何年ぶりの髪ですか。何年ぶり、30年。